こちらは一晩経ってしまいましたが、コナー・マクレガー選手についての驚きのニュース駆け抜けました。2018年に地元ダブリンで性的暴行をしたと訴えられ、裁判が行われておりましたが、それがなんと有罪等を認定、23万5000ドル、日本円で約3600万円の支払い命令が下り、現在大騒動となっております。コナー・マクレガー選手がその女性の肩に手をやり、さらに股間にも手をやっているところの当時の写真というのもどうやら証拠として提出されたようです。しかしこれにマクレガー選手は、これは見せしめ的な賠償である、検察が調査したこちら側の重要な証拠も提出されなかった、我々は控訴するとのこと。日本の格闘技ファンの感覚として、国内で日本人が何かやるのはアウト、でも海を渡ってしまえばドーピングも暴行事件もまあまあありといったような感覚で緩くなるところがあると思うんですが、さすがに性犯罪に気になるのは、まあ何よりね、マクレガー選手が一番着せられたくない恥ずべき汚名と考えているでしょうね。そしてこちらはシェイドライフ選手と試合の決まっている久保田選手、しかしその記者会見ではなぜか VS ヤーマン選手ということで一言二言やり合うことになり、その後、今思い返したら立ち技競技では戦歴実績が自分が上すぎて違いすぎるので、ヤーマン選手と比べるのも失礼な話ですねと、これに対してヤーマン選手は、何年前の話をしているんですか久保おじいさん、胴体視力が落ちて昔避けれていたパンチを最近もらっているのはみんなわかってますよ、シェードライフ戦頑張ってください、早くあなたの場所まで行きますよと煽られまして、ここまではこの間もやらせてもらいましたね。でその続きがありまして、それに対して久保田選手、久保じいさんご老体に鞭打って頑張ります、立ち技出身者としてお互い MMA という過酷な世界でどこまで上に行けるか勝負ですと。でここまでは良かったんですが、さらにここから続いて、ヤーマン選手といったら二次保さんだよな、僕の防御面に関して冷静に分析できるほど能力高いのに、二次保さんとの関係は分析できていないのだろうか、お前が言うなと言われそうだけど、小生の場合サラちゃんとは数回ほど肉体関係を持つことできてますから、似た子供は3年ぶりの1回でできました、命中率よ、まさに微笑みスナイパーかっこうまい、あとバキで強くなりたければ女を喰らえってありますが、これも迷信と思います。なぜなら息子ができたのも3年ぶりのたったの1回で、その1回以降も全くないです。息子が今2歳ですから、5年間でたった1回というわけです、オリンピックより少ない。サラちゃんこれに対して、食らった、こっちがお腹空いた時に味見しただけやん、久保田選手大晦日勝ったら再び味見ある、サラちゃん同じ土俵に立ちたくないけど、味見する気が失せてしまうメンズの特徴を言わせてもらうね、デリカシーがない発言が多い人、あ、誰とは言ってないよと。このやり取りに対してファンの方たち、久保優太選手に対して、トラッシュトークも癖強くて草、斎藤戦でドン引きするくらい強さ見せたのに、オス度が格オター並みなの好感持てる、唯一久保が分析できなかった人、それはライジン無敗の柴田、さすがに面白すぎる、これはファン増えそうだな、試合に集中旋回、過去最強やぞ、いやきっしょ、そんなんええからシェードライフをちゃんとぶっ飛ばしてくれよ、過去に夫婦でいたのに数回って数えられるだけなのか、久保かわいそすぎるな、久保優太のトラッシュトーク異質すぎて結構好きなどと続いていっておりました。